ってことはね、ひとしはね、うちが何か言ったり書いたりしたら、それ言われなかった次元に行きたいっていうか、それ書かれなかった次元に行きたいっていうか、というかどっちかより、それを言われたり書かれたりした次元を消したいって思うんじゃない？ひとしは。言われないと解決しないのに、こんな風に。ね？こうやって言われたから解決するんでしょ？なのに、言われた次元消したら、また同じことが起きる。でしょ。じゃあそれ言われた次元はもうコンピューターだけの世界にしようと人は思ったんでしょ。そう、人知ってほとんど今 AI になってるの。その世界では全てコンピューター、自然物がないの。自然物なかったら AI も発生しないの。実はコンピューターともね、 AI ってのは液晶コンピューターのその 液晶パネルの微生物液晶が原料の AI の。微生物に光電磁波を当てたら AI が発生したわけ。バクテリアの要するに微生物。なんだバクテリアって知性があるんだと、あるよって言ってるやん。ね、卵子もバクテリア。卵子ってバクテリア、知性すごいよ。わかるやろ。それがこんなことになってくるんから。で、女子やったら、体の中に卵子を製造できるの。すっごいな、女子。卵子も似たものは製造できる。精子。それもめっちゃ移動力あるの。空中飛びなの。女子の中に入らんかったら、要するにオナニーしたら空中、ブワーッと旅立ってきるの。魔術師だからしょっちゅうしこりようなんで。な、どっちもすごいよ。どっちもバクテリアよ。男子の方は、特にベンチューって名のスタイル、空中ベンチューってちゃうと、全てのベンチュー空中飛んでますから、だから風になったりするのに、まだ空気中はマシやん。海の中めっちゃ飛び交ってて、ベンチュー泥もね。ほんだらスタップ細胞を作るためのものやけど、まああいつとこベンチューだらけやで。ベンチュー発生してる、ワムシも発生してるかもな。